テロップは売ったからシェア、ツイッターにシェアするだけ。こんばん、こんにちはか。だいたいまだメイク直し終わってないです。だからアイライン溶けちゃってる、ちょっとだけ。公演ありがとうございました。やばい、ヒルル公演初めてや。いいな、とんかつ。女性専用エリアから見てはったんですね。ありがとうございます。ご飯食べました。昼ご飯食べた、元気。お蕎麦食べました。この公園でポニーテールしてみたいですね。お疲れ様です。これからバイト。私も公園です。これどうしよう。あ、ショールームあっちでできたらいいんですけど、ちょっと、あ、どうしよう。ここね、話してる声聞こえちゃうからね。そう、今日同期いないんです。実は最近同期のいない公演が多いですね。恋ラブ公演とか大阪魂公演とか、大阪魂してたらの声とかね。 TikTok、 そうや、 TikTok 初めてやって忘れとった。忘れてはないんですけど、違う、なんかなんて言うんですか、 TikTok はやった方がいいのかなと分かんないけど、なんか私のことをまだ知らない方とかに、私のことを知っていただくためにはそういうツールも使っていた方がいいと思ってやり始めたけど、 TikTok むずーって、あ、リップついちゃう、危ない危ない、リップついちゃう。 TikTokむずってなってる。何をやったらいいか、何をやったらみんな見たくなるかが分かんないから、やったことないから何をしたらいいんやろ。でマネージャーさんにも意味のある TikTok をやった方がいいと思いますみたいな趣旨のこと言われて、余計わからんって考えて、もう考えるぐらいやったらやったれって気持ちで動画上げたんですけど、むずい。ウマ娘、うわっ、君の愛馬が、うわ、覚えよう、今度踊ろう。私ダンス苦手なんですけどね、頑張ります。そう、マネージャーさん、マジマジ内緒ですよ。近重さんとかじゃなくて、近重さんじゃない、ほんまに。でもそのマネージャーさんが言ってくださってることも分かるし、正しいから、ちゃんと意味のある TikTok をしないとなと思って、遊びでやるんじゃなくてね、その TikTok です。だから周りの JK の友達、私も JK なんですけど、周りの同年代の友達に TikTok ってどんなやったら見るって4人ぐらいに聞きました、昨日の夜。もう夢にも出てきたもん、悩みすぎて TikTok のことが、もう悩まされてる。私なんか一個のことめっちゃ考えて考えて慎重にやるタイプなんで、 TikTok が難しいですね。まだ慣れてないっていうのもあるんですけどね。選ばれし者のような濡れてるわ。大丈夫かこれ。そう、どんなんがいいか分からへんからさ。今何分、ちょっと39から始めたんや。私残できひんけどな。55分になったらランキング読みします。インスタグラムね、インスタグラムはねやったことあります。ツイッターはやったことなかったけど、インスタグラムはやったことありますね。加入する前になんか周りがやってるからっていう理由で入れたことあったけど、今のインスタグラムは昔のインスタグラムとちょっとちゃうっぽいし、なんかよくわからんけど、なんかあのね、なんかよくわからんけど、なんかのね、フィルターがめっちゃ種類増えたって聞きましたね。お姉ちゃんとかと写真撮ると、友達とかと写真撮るときに、あ、こんなんやんなんやってびっくり。ジェネレーションギャップ。インスタグラム難しそう。でも今のはなんかよくわかんねえ。何あげたらいいやろね。ね。ありがとうございました。こちらこそ。体力を
ね、残しとかないとって昼公演思ってたんですけど、めちゃめちゃ使い切っちゃった。あちゃー、なんでこことここで分かれてるの。前は明日の夜公演、おおおめ、明日も昼夜、そうなんですよ。だから今日はむくも食べ物食べられへん。今日はだから夜ご飯はもう雑炊で冗談食べたいわ。だからあの寝不足ならんようにね、今日は早く寝ないと。でも明日の公演を通して帰りたいんですよね、公演終わり。ちょっと今時間なくて、ウィルビアデル公演通したいけど通せなくて、やっぱあの絶対私一回通さないと落ち着かれへんから、それをやって帰りたいけど、私の体力が残ってるかどうか面白い、いけるかな。前髪崩れへんかったよね、汗はめっちゃ かくけど、メイクさんがケープをしてくださるんですけど、 VO5 っていうケープでね、緑色のケープなんですけど、てっちょんにここにかけてドライヤーして、もう一回てっちょんにかけてドライヤーして、毛先にもグワーってかけたら固まっていいんです。公園メイク用の前髪です。頑張ります。曲目、脳内で公演通したところで体を動かさない意味なくないですか。私はそのタイプです。そんな私の体うまくできてなくて、なんか誰か器用な方とかは頭で通しただけでいけるって方もたまにいらっしゃるけど、私は自分の体で動いて自分のポジション立たないと無理なタイプで、ゆな直しだけどね。あ、見てくださってるんですね、ありがとうございます。うん、そうじゃないと無理なんです。なんか落ち着き、あの安心しやん、自分のこと信じてないんで私疑ってかかってるんでね。そうだから服はね、スカルプタってとこのです。ここのブランドめっちゃ好きで買っちゃう、かわいい、うん、そう私の体がポンコツなんで、そんな器用にできてないんです。めっちゃ不器用なんです、体が困っちゃうぜ。めっちゃ肩痛い、うん、でででめっちゃ面積キツしてる。はい、今日耳かけいっぱいしてもらってるんです。これぐらい、これぐらい。でもほんまは踊らずとも完璧にできるようにはなりたいです、そりゃ。けどそんなうまくいかんのよな。いや私は絶対時間見つけて練習します、絶対。これガチ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 、もう寝る前とかもう人と喋っててもごめんって言って急に踊り出しますもん。これガチですよ、ガチ不安になったら振り確認するんですよ、忘れちゃうからね、不安なとこも。はい、レディースもメンズもありますね。なんかどなたが来ても可愛いかと思います、知らんけど。ね、爪切りたいな、そろそろ爪伸びてきたんですよ。で、シオン初日おめでとう、よう頑張ってたわ、すごいわーと。シオンが大阪魂出るんって聞いた、はい出るんですかわいい、偉いなって言って、あっという間に覚えるから、シオンはすごいな、めっちゃ見習ってる。今何分やろう、何分、50分か、あと5分かな。
ランキング2まで。寒いわ。なんかもう早く年越したい、もう年越したい人なんですよ。マジで年越したい、早く年越したい。年越したい理由はもうちょっと今年に飽きつつあるから、2021年もちょっと飽きたから、2022年になって、2022年ですってやりたい。2022年だよって、2022年やる。クリスマスか、あ忘れてた。クリスマス、クリスマス、まあ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 、クリスマスは YNN さんがいるんで楽しみ、みんなに会えるから嬉しい。晩ご飯はね、何がやろ、うどん、わかんないか、うどん食べたいから、うどん食べたい。2021は来た。あかん、手が痛すぎる。肉うどんわかな好きよ。よいしょ。あ、開けるかな。ちょっと腕上げてたら疲れたから。めっちゃ耳かき多いから輪郭もろに出ちゃうな。うん、今年は来たから早く来年なのかな。あくびです、すいません。今日のスケジュールを決めたい、個人で。公演します、反省会します、ショールームします、家帰ります。いやー、すぐお風呂入るべきかな。家帰ってすぐお風呂入ってしまえばすぐ寝ようと思えるから、どうしよっかな、悩むな。年取りたくない。うーん、赤菜ももうなんか怖い、だんだん。だって今もう18やし。あ、ごめんなさい、あくびあくびあくび、全然あくび。いや違う、めっちゃ眠たかったから。いや眠たい、寒いから眠たくなっちゃうかも。汗弱いでね。はぁ、はぁ、はぁ。うん。なんでやねんな、なんでやねんな、なんでやねん。54分ぐらいだったら教えてください。こっち5にしよっかな。寝たいですけどね。ちょっと寝れないから。いろいろ痛い痛い、あめっちゃ足つりそう、痛い痛い痛い、危ない危ない。寒かったら足つりやすくなるんですよね。体質かな、みんな一緒か。人間寒かったら足つりません。大阪魂公園、でも赤菜はキュンマート公園の方が体力使うんです。人によるかも。これ赤菜、大阪魂公園はなんかしんどいしんどいってならなくて、なんかずっと全部一通り楽しいから、全部どの公演も全部楽しいんですけど、なんか大阪魂してたら観光園はなぜかめっちゃなんかしんどいって思ったことない。まだ3回なんですけどね、出演。恋ラブ公演の方が私はもっと体力つけやなって思う公演になります。変な口、びっくりした。長い短いな、ね、6番ポジも覚えたいな。超絶かわいいさんに出演させていただきたい、いただきたいです、いただくじゃなくていただきたいので、出演させていただきたいから覚えないと。いやいや、みんな毎日頑張ってるよ。お、ランキングみー、ランキング変わるな。怖い、あ怖いな、これ変わったら岡田がパニックなる。13位茶太郎さん、ありがとうございます。12位ぴょんさん、ありがとうございます。
11位アマハルさん、ありがとうございます。アマハルちゃん。10位オールドさん、ありがとうございます。9位 K さん、ありがとうございます。よいしょ。8位ゆうゆうアットマーク男子大学生さん、ありがとうございます。大学生か、他のももう来年生やけど、ね、その年になる、あっという間やね。7位、あーこれ韓国語読める方、教えていただければ助かるんですけれども、7位なんて読むこれ、もうちょっと誰か翻訳して。7位の方の名前が読めない。7位なんて読むんですかね、誰か誰かお願いお願い。7位ランキング変わった、もう一回読んだ方がいい感じかな。しんちゃんさん、うわ大好き、ありがとうございます。よかった教えてくれた、ありがとうございます。しんちゃんさん、ありがとうございます。ランキング変わった、もう一回読んだ方がいいんですかね、どうしたらいいやろ。もう一回じゃあ一回り一回し読みます。13位オールドさん、ありがとうございます。12位アマハルちゃん、ありがとうございます。11位 K さん、ありがとうございます。10位ピョンさん、ありがとうございます。9位ゆうゆうさん、ありがとうございます。8位鳥親父さん、ありがとうございます。7位しんちゃんさん、ありがとうございます。いきます。6位てつみやさん、ありがとうございます。やばい腕疲れてきた、下ろしとこ。5位すぎぞうさん、ありがとうございます。4位スパークしょういちさん、ありがとうございます。3位しんすけさん、ありがとうございます。2位てつめがね、アットマークからあげまよしさん、あ、唐揚げ食べたいな、最近食べてない全然、ありがとうございます。1位みょんさん、ありがとうございます。ランキングは以上です。疲れちゃった一回読んだら丸々よ、頑張る、めっちゃ硬いじゃん、そうやばい、でうん、頑張ります、ありがとう、頑張るよ、うー肩痛い、よいしょ。誕生読みは1回でいいのよ、あでもランキング変わったんで念のため読みました。まあまあ私のやり方でやりたいと思いますほなバイバーイ終わります。夜公演もよろしくお願いします。バイバイ。